旅に出よう、滅びゆく世界の果てまで。は、よろずやなおによる日本のライトノベル。イラストは片ひそかが担当している。電撃文庫より2008年3月から期間一巻が刊行されている。喪失症が蔓延し、少しずつ記憶と記録が失われる世界。少年と少女は一台のスーパー株で旅をする。はるか遠い世界の果てを目指して。 少年と少女の旅の日々を描く。喪失しようと読む。この作品の舞台となる世界で蔓延している架空の病気。といっても厳密な意味での病気ではないようだ。原因、発症条件、治療法などは全て不明。喪失症の症状は段階的に現れる。これらの症状の進行には大幅な個人差があり、突然急速に進行したり逆にある段階で、 止まったりすることもある。スーパー株に乗って旅を続ける、この作品の主人公達。両者ともに喪失症にかかっているが、症状としてはまだ軽い。旅を始めて3ヶ月になる。互いに思いを寄せているが、それ以上の進展がなく、未だに友達以上恋人未満といった関係。首都から北へ旅を始め、北にある島を旅していたが、先生の提案により、 能登半島へと進路を変えた。第一章夢第二章翼第三章旅。ありがとうございます。